さん、こんばんは。11時になりました。今日は水曜日、今日は何でしたっけね。これはですね、今日ではなくて昨日の新聞なんですけどね、何やら政府はですね、防衛費の増額を目論んでるそうなんですけどね。具体的にはですね、北大西洋条約機構 NATO っていうのがあるんですけど、そこが目標にする国内総生産比 2% 以上の、防衛費をね、求められているわけですけど、それに受けて5年以内の大幅増額を考えているそうです。あ、マルコさん、リコ大工さん、こんばんは。そうするとですね、5兆円の予算が必要なんですよね、新たに。歳出削減で財源を捻出するには限界がありまして、当然ですね、国債、これ返す当てが不明な国債にも頼りない。ですからですね、このままいくと増税が必要になると。増税ですよ、皆さん。まあ、さすがに増税とは言えないので、この候補に上がったのは法人税なんですね。法人税をこれまでね、税率引き下げてきたわけです。ずっと。なのに、これはちょっと見てもらった方がいいのかな。なのにですね、このグラフをご覧ください。このグラフを。法人税率をブワーッと下がってきてますよね。そしてこの縦棒、これは何かと言いますと、企業を溜め込んでるお金。お分かりですか？企業が持つ預金の推移。この、下げれば下げてきたのをいいことにです。溜め込んでるわけです、企業。ここでイラッときてるわけですね、政府は。ですから、法人税をちょっとね、税率上げようかなと、目論んでるわけですね。そうすると、当然、経済界から反発食らうわけ。防衛費の相当な増額を表明しておいて書いてあるんですね、これ、この辺。この、まあ、ここからは、有料記事で読めないんですけどね。私は、まあ、その、先も持ってるんで、まあ、読みますと。まあ、増額で兆円単位、兆円単位の大規模な財源を確保するにはですね、主要な三税、消費税、所得税、法人税について検討せざるを得ない。しかし、社会保障を充実させるための消費税は引き上げにくい。そらそうでしょう。10% も上げてるんですか。これ以上上げたら、支持率ゼロになっちゃいますよね、もう。ですから、物価高の中、個人の財源にね、財布に直結する所得税は、議論しにくいですよね。物価高ですから。なんか、10% ぐらい上がったらしいですけど。ですので、残り一つ、法人税に白羽の矢が立ったと。1984年度には 43.3% だったんですが、今はね、半分ぐらいな、23.2% まで法人税率は下がっているわけです。ですから、それを引き上げたいなーっていうのを、目論んでるわけですね。まあ、いろいろあるわけです。意図した成果を上げてこなかったと言わざるを得ない。税制改正大綱っていうのがあるわけですね。近年の法人税率引き下げを厳しく総括した。
せっかく下げてやったのに全然経済が上向いてないじゃないかっていうことを言いたいわけですけど、一見正しいようですけどね、どうでしょうね。これからですからね。一見なんか正しいようですけど、なんかおかしい。企業が溜め込んでるのにイラッと来てるんでしょうけどね。いや、溜め込んでるのは、原因は何っていうとですね、先行き不安だからです、なんですよ。投資するにもですね、先行き見えないですよね。金融緩和とか言い出したの最近ですから。黒田総裁は前々からね、やろうって言ってたわけですよ。そしてやっと、金融緩和やった時すでに遅かったわけですね。やろうって言ってやらなかった財界というか財務省側がですね、責任あるわけですよ。ところが最近黒田総裁辞任論が出てまして。お分かりですか？全部黒田総裁の責任にしようというね。で、それらしい元財務官僚みたいなやつがね、新聞に出てきてますね、今。遠回しに黒田総裁のことを批判して、こんなの繰り返しですからね、これ。財務省責任逃れですね。企業はなんか悪者にされてますけどね。それは経済界反発しますよね。何言っちゃってんのって感じですよね。どっちの、だからもう責任のなすり付け合いっていう感じですよね。究極的には日銀と政府の責任ですよ。これは。別に経済界がね、経済同友会とかありますよね。まあ、あそこに入ってる企業が、別にサボってたわけじゃないんですよ。ましてや中小企業 95%、7% 以上占めるね、日本の会社の人たちがサボってるわけないじゃないですか。一生懸命働いてるんですよ。税金を納めて。その税金はどこへ行ったかが問題なんですね。で、税金を上げればなんとかなると思ってるわけですよね。税調とかね、まあ、勝手なこと言ってますよ、今。所得税、法人税含め、上げようとしてるような気がするんですけど。物価は上がるわ、所得税上がるわ、法人税上がるわ。どうするんですか？法人税上がったら、また、今度は、その、法人で雇ってる、労働者に来るんです。今更防衛費がどうのこうのってね、何言ってんのって感じ。私などはそういうふうに思っていますが。まあ、この、取り上げたこれは朝日新聞ですけどね。まあ、マイナンバーカードもなんか 50% 超えたらしいんですけどね。この辺も微妙に関連してるような気がして仕方がないんですか。マイナンバーカードを普及させてさらに税金を取りやすくしようっていうね。ガラス張りにしてやれって感じですね。個人事業主とかは、ちょっとね、ごまかせる穴があるんで、もう取ることばっかり考えている日本政府。一見なんかね、防衛予算を上げるっていうことで、この、右に大きく傾いた人たちは喜んでるようですけどね。
財源となるとその人たちもちょっと顔を曇らせると思うんですけどね。法人税率、まあ赤字の企業はね、法人税は別には関係ないんですけど、黒字の企業にとっては 20% ぐらい上げられたらたまったもんじゃないよね。せっかく企業努力で、新入社員を、この余計目に取ったりね、してる会社があるわけですよ。そういう会社に水を差すというね、どうかと思いますが。ね、マイナンバーカード。マイナンバーカードについても、この、上がってましたけれども、これも昨日の新聞かな。昨日の段階で用意したね、昨日のやつしかないんですけど、マイナンバーカード普及率は 50% 突破。19日、まあ今日発表したわけですけど、まあ 49.97% で枚数にすると6292万枚。皆さんあれですかね、マイナンバーカードとか、取得しましたか？私はで、なんか健康保険証が廃止されて、2024年秋だから、今、2年後の秋に原則廃止して一体化すると。で、先日は、運転免許証は含まれないとかね、なんか、国家公安委員長が、ほざいてましたけど。どうなっちゃうんでしょうね、この国は。マイナンバーカード、まあ、利便性は高まるような気もしますが、さらに、先ほども言ったように税金を、こう、取られてですね、そんなに給料上がってないのにね、まず給料を増やすような、この政治をやっていただきたいんですけど、円高をむちゃく、150円ですか？もうすぐ。どうするんでしょうね。なんか下がる気配がないんやけどね。この150円で止まってればいいけど、どんどん上がっていくような気がするんです。ねえ。で、まあ先ほども言いましたように、元財務官僚がちょっと危機感を持ってるわけですね。ひょっとしたらね、俺の、この在任してた時ね、この現職の時にのことを、こう、あれこれ言われて、今のね、天下り先での立場が悪くなるんじゃないかとか思って、おもむろに新聞に、まあ、政府にややもすると批判的な朝日とか毎日とかね、日経とか、あの辺の、記事見ればわかるのが、そういう連中がね、湧いてきてますよ。湧いて、勝手なこと言ってますよ。一見正しそうでも、自分らの在任期間のことは、もう言ってるはずなんですけど、そこは微妙に、こう、スルーしてるんですよね、なんか。金融緩和は確かに効果的だったが、うんぬんかん。でも、それだけでは、経済は回らないとかなとか引き締めが結果的にはだから引き締めが必要だって言いたいですね。そのなんでか言ったら諸外国がやってるからですね。いやいや、諸外国と一緒にしたらダメでしょ。これまでそうやってなんていうかな、無条件にそうやって経済状況のこの違う国の名古屋してきたからですね、ダメになってるんですよ。その辺が全然分かってないっていうのがすごいですよ。まあ新聞取る人あんまいないと思いますけど、オンラインニュースでもいいからね、この
ググってみてください。財務の官僚とかね。まあ、勝手な意見述べてる人が、むちゃくちゃ、まあ、産経新聞はそうは言っても反対意見も載ってますけどね。読売でさえそういう人を載せてるわけですよね。困ったもんやわ。マイナンバーカードも、一見、なんていうかな、一見違うことのようでいて、関連してるからね、これは。なかなか、まあ、ニュースって、単体で、見ずにですね、関連してると思って見といた方がいいですね。バラバラに考えていることはないので。まあいろいろね、今日のニュースありますか。この辺もそうですよね。イデコ加入69歳まで拡大権と。ねえ。個人型確定拠出年金ってあるんですけど、それをちょっと69、もうこの辺からもうなんか、なんか見えるでしょ。5年ちょっと延長したいなって、年金払うまで。で、その辺から、これ増やしてあげるからどうっていう感じですよね。この辺も関連してるんじゃないですか。税金増やそう。増やしたいなっていうね。取りたいなっていう。もっともらしい加入者の推移とかこれ掲げてね、こうやって。本当に、この辺をついてほしいんですけどね、野党の皆様。大体関連してますよね、この辺。10.1% 上昇ですよ。ねえ、これはイギリスの話ですけどね。イギリスはこれのせいですね、その女性の首相がなったばっかりなんですけど、もうなんか、その首相おろしが始まってるんです。そうなんですよね、これ。なんでかっていうと、この、当選する前に約束してたことをね、実行しないっていうか、減税しますよって言ってしなかったことが、かなりね、国民の、品縮買ってるみたいなんですけどね。10.1% ですからね。これはやっぱり燃料かな。食品価格の上昇が影響したってありますけど、回り回って、この、天然ガス高騰、サプライチェーンの混乱ね。労働力不足。サプライチェーンの混乱っていうのは、いろいろね、ロシアとかから供給されている天然ガス以外にもありまして。これは天然ガスで困っているドイツもそうなんですよね。ドイツも当初はですね、ロシアのね、最終的に使える、天然ガスを、変換する、施設を持ってないわけです、ドイツは。ですから、ロシアから送ってもらうしかないんですけれども、それが今寸断されてまして。だから、他のとこから買わなくちゃいけないんで、すごく高騰してるんですね、ドイツってね。で、当初は政府は、別に影響しないと。このロシア、ウクライナとか、こういう紛争が起きても、影響しないっていうふうに言ってたんですけど、もろに影響してるんで、ドイツも苦境に立たされてるんですよね、実は。だからロシア、ウクライナって紛争がですね、あちこちに影を落として。で、未だにそのロシア、ウクライナのこの戦争っていうか、
紛争はですね、まだ続いているわけですよね。異言で、戒厳令がね、出たりして。我慢比べ。我慢比べ。まあ、国会中継とか見てると、覇気がないですよね。岸田首相っていうのは。覇気がないし、与党の中で野党の批判をして今日なんか謝罪してましたけどね、なんか。何をやってるんだって感じよね。これを外国はちゃんと見てるからね。特に中国とかあの辺は見てますからね、この状況。見てないと思ったらえらい間違いなんで。そらロシアとかは足元にいますし、韓国とかも何してんのかなとか思うしね。中国は、ねえ、どう思うんでしょうか。カロリーメイトまで値上げなんですよね。昨日の新聞に書いてあった。で、まあ、国会といえば、統一教会の被害者救済について野党と協議検討。円下落150円ですね。まあ、なんか、密かに介入をしてるという噂が聞こえてくるわけですけどね。まあ、解散命令請求の要件はなかなか難しいらしいですね。その中、大谷さんが帰国してて、この大谷、エンジェルスの大谷、なんか顔がなんかふっくらしてるのは気のせいなんですか。結構なんか太ったような感じがしますが。あ、初夏さん、こんばんは。あ、中本浩二さん、亡くなられたんですか。あ、そうなんや。なんか、信号のないところを渡ってたらしいですね、中本浩二さんって。その時。で、跳ね合いちゃった。70歳ぐらいの人が運転する車に。これで、ドリフターズで生存してるのは、高木ブーさんだけということになるな。ああ、さ、加藤茶か。加藤茶と高木ブーの二人だけになっちゃったよね。で、加藤茶は、あれですよ。パーキンソン病にかかってるらしいんですけどね。こうなの、高木ブーさんだけが、元気なんかな、今。そうか、中本浩二さんまで亡くなってしまったのか。まだ、速報には出てないのかな。ああ、死去が出てました。中本浩二さんが死去、81歳、交通回復せず。なんか、寂しい、人生を閉じられてしまいましたね。20年から YouTube チャンネルスタートするなど、そうなんや。YouTube チャンネル持ってあったもんね。この人結構あれですよね。この学歴高いんですよね。学習院大学卒業。体操選手としても好成績を残し。8時台全員集合。ドリフ。もう、まあ、知らない人はいないというね。この年代の人は。あ、そうなんやね。YouTube チャンネルまでやってたんやね。最愛の妻を心不全で亡くした。
91年に25歳年下の一般人女性と再婚。2004年には離婚していた。12年に27歳年下の歌手、スミカと再婚し。新型コロナウイルス。そうなんですか。だいぶ再婚を繰り返さったみたいですけどね。なるほどね。私も日大ぐらいかなと思ってたんですけどね、学習院とは驚きました。学習院大学でなかなか入れないんじゃないですかね、この当時の。皇室の方が行かれてる大学ですっていうね、確か。今は違うみたいですけどね、ICU とか行ってある人もいるけど。そうですか。まあ言葉を失いますがね、ご冥福をお祈りしますとしか言いようがないですね。もう30分近くなりますんで、今日はこの辺で終わりたいと思います。はい。ありがとうございました、皆さん。まあ、このライブブロードキャストは基本的に毎日やる予定なので、時たまね、その、11時から見たい番組があると、お休みすることもあるかもしれませんけど、まあ、ほとんどやりますんで、ほとんど毎日やると思いますんで、よろしくお願いします。それでは、失礼いたします。